3、2、1でお願いします。3、2、1。FM ギノアンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害のサイリの夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。ケンタさんの広く浅い知識とサイリのその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方をサイリさん、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、本日収録日10月2日月曜日、第54回の収録となっております。はい、はい、10月に入りましたが、まだ全然外は暑いですね。暑いですね。うん、今日もムシムシしてて、病院通院ね、今日行ってきたんですけれども、うん、はい、そのお薬待ってる間とか、うん、まあ病院終わった後とかさ、うん、漫画倉庫行ったりしましたけれども、うん、漫画倉庫暑かったね。暑かった。うんうん、うん、漫画倉庫暑かった。そうだね。はい、今日はね、皆さん、YouTube をご覧の方はね、お気づきかと思うんですけれども、まあ、放送開始してからね、 YouTube は、YouTube も同時にね、なんか公開されるみたいなんですけども、僕たち2人ね、髪の毛、ちょっと黒く、はい、青になってるかな、青にしたよ、青くなってるんですけれども、ちょっとまたイメージチェンジと言いますかね、うん、はい、してお送りをしております。何色これ、青グレー、はい、この色はね、サイリがね、サイリは青、最初ピンク撮ってたんだけどね、俺がちょっと暗くしたいから青してみるわって言って撮ったら、うん、私もっつってね、うん、サイリも同じ色にするっつって、うん、はい、なんか夫婦揃ってお揃いのカラーに今なってますけれども、そうそうそう、どうですか、髪の毛ピンクから青になって、しばらくいい、ああこれで、うん、しばらくちょっと、これを堪能して、堪能してから。そうだね。夏美の意見も聞かなきゃいけない。ああ、その辺はもう2人で相談して、うん、はい、決めていただければ。うんうんうん。ちゃちゃっと。うん。で、今日はね、夏美さんがちょっとお休みして、うん、代わりにサイリさんが出て、サイリと一緒にお送りしていく30分となっておりますので、はい。はい、皆さん、短いお時間ですが、最後までね、お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。よろしく。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ツイキャス来てます。あ、お願いいたします。はい、読みます。おー、はい、おー、最後アップになった。サッチーさん、こんばんみ。はい、こんばんみ。で、うん、コウさん、はい、ハロー。ハローコウさん。はい、はてなってきてる。で、サッチーさん、髪色が変わってるなと思ったらイメチェンしたんですね。そうです、そうです。似合ってるかな。ちょっとね、プリンみたいにはお互いなってたからさ、ちょっと黒と青がなんかまばら、まだらというかね、になってる感じの色になってるんですけれども、
うんうん、なかなかいないと思うな。ちょっと不思議色。うん、俺こんなにもちょっと青が目立つとは思ってなかったからさ、うんうん、やっぱ自分でね鏡とかそれこそ今目の前でね YouTube 公開用の動画も撮ってるんだけれども、うんうん、その画面見てまだやっぱちょっとね違和感感じちゃうね。慣れないね。慣れない、うんうんうん、ルアさんも来てますよ、はい、チラって覗きに来てる可愛い子の絵文字。ありがとうございます。ルアさん、はい、どうもサイリです。よろしくお願いします。僕のもう一人の嫁ですね。夏美、そこ説明してちゃんと、はい、夏美さんとサイリさん。夏美さんがね、まあサイリもって言ったらいいのかな、解離性障害っていう病気でね、病気というか診断を受けてて、それがまあ簡単に言ったらね、うん、多重人格、多重人格分かりやすく言うと、うんうん、その中の、まあ、夏美さんの中にはね、サイリの他にあと僕でしょ、七子、花ちゃん、ナンシー、メガネ、うん、サイリ合わせてだから6人、夏美、サイリと夏美合わせて、サイリと夏美合わせたら7人か、そうそう、7人で構成されて、うん、中村夏美あるいはサイリを構成さしてる、なんていうかな、そう、あの中村夏美の体で、うんうん、今日の9時ガチャをやったら今日はサイリでした、今日はサイリが出てきた。っていう感じです。今日の今の時間はサイリでした、うんうん、でね、最初の出会いの時はね、サイリ俺のことをすごく警戒してたもんね。警戒してたよね、めっちゃ睨んでたよね。うん、すごい睨んだね。あのなんか変なやつだと思ったから睨んだ。あ、そうなの。でもなんか言ってたね、あの夏美にと話して楽しそうに話してるけどお前は何者なんだっていう顔で見てたもんね、うん、誰だよって誰だよって。まあまあそんなこんないろいろあってね、まあ仲良くなっていって無事ね夏美さんと結婚させてもらうに至った時に、うんうん、あのサイリとも、はい、ちゃんとねサイリに、何婚姻届か、婚姻届の方にちょっと、うん、赤丸をいただきまして、花丸じゃなかったんだよな、まあでも赤丸はいいか、合格わざとで花丸にしなかった。あ、そうなの、これからだと思って。ああ、なるほど、これからの、まあ、前を見てるぞ。なるほどね、結婚してから態度変わるやついるからな。あれ圧だよ、圧。そうなんだ、圧だから。知らなかったわ。ロアさん、はい、収録初めて見ました。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、だいたい月曜日のね、8時ぐらい、8時半ぐらい、うん、まあ、前後したりたまにするんですけど、うん、あと体調によりね、僕が先週はちょっとダウンしてて、うん、収録ができなかったりもしたんですけれども、うん、はい、よろしくお願いいたします。楽しんでいってください。はい、では、本日のトークテーマいきたいと思います。はい、本日のトークテーマが幻聴。はい、メンヘラさんね、僕らのようなメンヘラさんの中には、うん、まあ症状の一つとして幻聴が聞こえる、うん、あるいは幻聴を聞いたことがある、うん、という方が多数ね存在すると、うん、はい、思います。はい、はい、各有サイリさんも、まあ当然夏美さんもなんかたまにね幻聴聞こえて、うん、今日なんかもね、俺がなんか黙ってパソコン作業してたら、うん、呼んでね、俺のこと、うん、呼んで、なんで話したいことがあるって言いよったけどみたいなね、あ、大事な話があるんだけどって言われたから、うん、何って聞いて、いや何も言ってないよっつってね、そういう、それも多分幻聴で当たるとは思うんだけど、当然俺は言葉発してないからね。あ、そっか、じゃあ最後いつも聞いてるのは幻聴か。そうそうそう、しかしだから本人は幻聴だとは思えないぐらいちゃんとはっきりと聞こえるんだよね、その場に人がいるかのように。あ、もう普通に聞こえたよ、うんうんうん、だからまあでも周りの人からはにとっては聞こえてないものだから、うん、それあの気のせいだよって言われたり、うん、まず幻聴という症状として片付けられるというか、あ、はいはい、だと思うんだけど、うん、まあその幻聴についてね、どんなことを言われたりあるいはどんな音を聞いたりしたことがあるかとか、うんうん、聞くのかとか、うん、まあどんな時にどんな場面で聞こえるのかとかね、体調だったりで変わってくるのか、幻聴紹介みたいな感じ。そうそうそう、で逆にね、まあメンヘラじゃなくて自分は幻聴、うん、なんて聞いたことないよという方については、うん、まあ幻聴というワードを目や
耳にして、うん、まあ、ご自身が思うこととか感じたことをぜひ聞かせてもらえたらなと思ってこのテーマにしたんですけども、幻聴ワールドへようこそ。そうね、まあ、じゃあ早速、届いてる、メッセージ紹介していきましょう。はい、はい、メンヘラネームアラフィフ大王山さんより。アラフィフ大王山さん、ありがとう。はい、たまにですが眠りにつく前や眠りが浅い時に聞こえます、幻聴がね、うんうん、この間なんかは聞こえてきたのが子供の笑い声だったので、うん、心霊現象かと思って、うん、そりゃ怖かったですね。うん、この時ばかりは幻聴であってくれと思いました。普段は幻聴、いや幻聴ね、嫌なかもしれないけど、うんうん、さすがに子供の笑い声聞こえてきて、子供の笑い声は怖いかもしれない。怖いよね。はい、だそうです。で、続きましてメンヘラネームハトさんより。ハトさん、ありがとう。はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。まあ、サイリさんね、こんばんは。はい、こんばんは。はい、私は一度だけ幻聴を聞いたことがあります。確か 3,4 年ほど前の夏でした、うん、連日友達と遊び回っていたことも重なり、うん、その日は1時間しか寝れてない時でした、うん、少し休もうと横になった時に急に聞こえてきた祭り囃子。祭り囃子って何？お祭りのなんか喧騒とかかな、なんか祭り囃子、うんうん、家の中にいるはずなのにお祭りが近くで行われているような感覚、うん、少しだけ心地よくて少しだけ恐怖を感じた幻聴さんでした、うん、とのことです。はい、あ、そっか、なんか祭りやってるなっていう感じのなんか賑やかなね、音とか感じかな、うん、あるいは盆踊りとかエイサーなのかな、うん、もしかしたら、うんうん、そういうのが聞こえてきたのかもしれないね。声とかだけじゃないんだね、幻聴って、うんうんうん、音とかもそうかもあるんだね。言ったらね、俺、そういうなんていうのかな、幻聴って比較的さ、うん、夏美さんがよく言うのはやっぱりちょっとネガティブなワードで、うん、幻聴が聞こえるっていう話なんだけど、うん、まあ俺は聞こえたことないの、正直幻聴みたいになって、うん、でもこれが幻聴に当たるのかなっていうのはあって、うん、例えば LINE の音、電話の音とか、うんうん、なんかどっかで LINE が鳴ってる気がするみたいな、LINE 聞こえた気がするけど、あ、鳴ってないな俺のスマホみたいな、でなんかバイブレーションの音、うん、マナーモードの音とか、うん、あとはなんかね、一人で本当にそれこそ引きこもってる時はお家に誰もいないのに、うん、俺を怒鳴り声っていうか俺を呼ぶ親父とかお母の声がなんか聞こえてきたみたいなさ、うんうん、なんかあれって聞こえてるんじゃない、それは幻聴なの、気のせいって片付けてはいるんだけどね、うん、どうだろう、うんうん、まあそんな感じで、だからそういう、うん、まあ、祭り囃子もあるんだろうね、いろんなのがね、うんうん、では、続きましてメンヘラネーム夢をつかぽんさんより。夢をつかぽんさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。睡眠不足が続いて、うん、精神が究極の状態になると幻聴かっこやつがやってきますとのことです。お、この間寝ようとしたら、うん、耳というか頭の中に、うん、お祭りかってくらい騒がしい声や音楽が入ってくるもんだから、うん、その影響を受けたからかそのまま頭がパリピ状態になって、うん、いても立ってもいられなくなり、うん、近所のミュージックバー、うん、読谷の剣八へ、あー、バーには知り合いがわんさかいて結果的にすごく楽しい一日となりました。うん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 、皆様、睡眠はちゃんと取るんだよとのことです。ああ、このメンヘラネーム、誰か分かった。そうね、これ当てるゲームじゃない。違う、サイリも知ってる人だね。当てるゲームじゃない。せっかくメンヘラネームで来てるからちょっとそこは伏せておいたらいいんじゃない。あ、うん、まあ、当てるゲームじゃないんだね。まあ近々なんかゲストに呼ぼうかなと思ってる。こっちにも来てるよ。お、はい、沖縄大好きさん、はい、こんばんは、ちら、あ、かわいい絵文字だ。はい、こんばんは。こんばんは、ちら、こんばんは。今日はサイリだよ。サッチー、はい、サッチーさん、最近幻聴かと思ったら変な耳鳴りだった。あ、耳鳴りもあるね。まあ耳鳴りも言うたら幻聴の一つなのかな。サッチーさん、貧血だはずよ。あ、それもありえる、うん、うんうんうん、耳鳴りは貧血で起こるよ。あ、気をつけてね。レバー取らんと、うん、まだまだ暑いからさ。うんうん、うん、気をつけてね。はい、ロアさん、はい、確かに電話とかチャイムとか鳴ってるような幻聴はあります。うんうんうん、だからピンポーンとかね。そう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 、
だから幻聴がわからない人に説明するとしたら、もしかしたらね、わかりやすくちょっと伝えるとしたら、うん、そういうのが幻聴に当たるのかなって、うん、あの自分なりにちょっと思った。ちょっと怖かったりする気持ちとかあるのかな、うん、心の中で。そうかもしれないね。やっぱり不安とか、それこそあの、ハトさんともスカポンさんも、うん、で多分アラフィフだよ山さんも、うん、なんか眠るっていうのがここに全部3人ともワードで、ね、うん、入ってるから、うん、まあ寝不足だったり、あ、寝不足、そうそう、疲れだったり、うんうん、やっぱそういうのが睡眠、そうそうそう、幻聴が聞こえるとか、うん、夢みたいな部分になるのかな、もしかしたら、うん、そういう部分がありそうな気がするけどね、うん、うんうんうん、なんか楽しい幻聴だったらいいのにね。そうね、比較的やっぱり幻聴、サイリーはどんな幻聴が聞こえたりする？え、聞こえる幻聴別にないけど、あんまり、あ、本当、サイリーはないんだ。夏美さんは結構ね、うん、それこそ頭の中でさ、サイリーと、うん、七子かな、うん、が言い合いしてる声が聞こえたる、聞こえるみたいなさ。あ、七子とは犬猿の仲です。それは聞こえるって言って、最初はなんか怖かったらしいんだけど、うん、後からね、あ、これもしかしたら七子とサイリーだろうなって思うと、なんか微笑ましくなったりしてたらしいけど、うん、なんかだってさ、うん、七子がさ、うん、あれなんだよ、何、嫌なこと言うんだよ。だからうっせえよとか言ってたんだよ。まあ正論だったりするからな、それがもしかしたらな、うん、正しいことだったりするから、うん、いやでも正論ばっかりはな、うん、わかるわかる。でもまあ七子は学級委員長みたいなところあるからね、うん、うん、性格的なところを言うと、うん、うんうんうん、はい、メッセージは他には来てないですか？メッセージ来てるよ、はい、サッチーさん、あ、ごめん飛ばした、ちょっと待って、うん、沖縄大好きさん、はい、沖縄大好きさん、ありがとう。メッセージテーマ、うん、県庁、いや現庁。仕事あるある、うん、日勤夜勤問わず鳴ってもないのにナースコールが鳴ってるように聞こえる、うん、あー、ナースコール、あと、これは幻聴であってほしい、うん、名前を呼ばれてるように聞こえる、うわー、そうかそうか、あー、名前はね、あるよ名前、うん、俺はだからそれさっき話したように親父とかさ、お風呂とかに呼ばれた感じ、うん、なんか特定の誰か、まあ誰も知らない声ってのはないんだけどね、うん、に呼ばれてるみたいなのはないんだけど、うんうん、あ、じゃあちょっと悲しい話聞いてもらっていい？いいよ、はい、サイリってあんまり人に呼ばれたことない。悲しい。そうだね、あなたはサイリじゃないでしょ、夏美でしょって病院とかでもね、うん、言われてきたはずだからね。サイリがどんなに主張してなんか名前書くところとかあるじゃん、うんうんうん、病院で、はい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 、そんな時もサイリって書こうとしても、うんうんうん、ちゃんと書いてって言われたりとか、うん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 、なんで夏美って書かないのみたいなのとか、そうだよね、うん、あなた夏美でしょ、サイリじゃないでしょ、ふざけないでっていう言われたりとか、それじゃちょっとやっぱり拗ねていくような、あ、俺と出会った時もあんな目つきにもなるわ、なんか、うん、サイリ呼ばれたことあんまりない。そうね、言ったら存在を否定されてきたわけだから、いないものというかさ、あなた違うでしょってね、うん、だから呼ばれてきた回数は少ないはずだけど、でもね、それこそハピアンに行くようになってからは名前呼んでもらえるようになったりさ、主治医の、ね、うん、先生もちゃんとサイリっていう固有名詞でさ、うん、夏美じゃなくてサイリが診察に入る時だってあるさね、うん、今日もサイリが診察入った、うんうん、ちゃんと名前呼んでもらえるようになったから、そこは良かったよね、うん、薬増やされました。増やしてもらったんでしょ。いや、増やされたんだよ。あ、そうなの。言ってないよ、サイナも。ああ、そうか、まあ良かった、眠れんって言っただけで。そっか、 OK、 じゃあここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは、テレビアニメダーリン・イン・ザ・フランキスのエンディングテーマ曲にもなってました、キスミーの鳥かご、どうぞお聴きください。はい、サッチーさんからも来てる、うん、サッチーさん来て、あ、声出していいの、うん、これだけ取って、あ、OK、サッチーさん、うん、
嫌な予感がして耳鼻科に行ったら軽い難聴って言われました。ああ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。軽い難聴か。難聴って耳がちょっと聞きにくい、聞こえづらいっていうやつよね。これは先天的なものだったのか、何かね、後発的なものでそうなっていったのかで、またちょっと話は変わってくるけど、どんなかな、サッチーさんね。難聴心配だね。なんか思い当たることとかあるのかな。やっぱ昔から聞こえづらかったとかさ、なんか突発性難聴とかいうやつはストレスとかでもなるらしい、ね。あ、本当。耳が聞こえなくなるっていうのがあるらしいね。あ、そうなんだ。体大事にしましょうね、皆さんね。本当よ。サイが言うなって感じかな。いや、サイリもね、今日ね、ようやくダイエットのやる気スイッチが入ったしね。あ、やる気スイッチ入ったよ。やる気スイッチ入って、さえ運動したいから、誰か靴買って。ランニングシューズ的な。誰かランニングシューズ、FM 技能班に届けて。そこで入って、うちまで走るから。そうね。運動、ぼちぼちやっていかんとね。はい、ルアさんから。ルアさん、私もダイエット頑張ります。あー、いいね。いや、みんなで一緒に頑張る。やる気スイッチ。はい、やる気スイッチポチ。じゃあ、そろそろ終わります。はい。ラジオエンディングでございます。お、エンディング。はい、今日は幻聴をテーマにお話ししましたけれども、サイリーあんまり聞こえないってさっき話したけど、でも多分聞こえてるんだと思う。あ、そっか、リアルすぎて分かんないのかもって思った。なるほどね。それは多分夏美にも共通してることで、サイリンもまあたまにあったはずだけど、なんかテレビの音が聞こえるからちょっと消してとか、テレビの音聞こえるから消してはあったね。いや、病棟でも言ってたし、うちでも言ってたね。あるし、やっぱりなんていうのかな、俺がそばでね見てて思うのは、やっぱり眠れてないとかは本当にあると思う、疲れが溜まってるとかね、そういう時になんか2人ともちょっと比較的幻聴が聞こえてたりするのかな。夏美一人でブツブツ喋ってる時ない？ある。なんか返事してる時あるよね。返事っていうか、あ、そこまでは分かんないけど、なんかブツブツ喋ってる時ない？あの人でもなんかもともと一人こと多いじゃないの、もしかしたら。それかな。だから一人で喋ってるんだと俺は気づかないから。あ、そうそう、サイリしか気づけないと思うよ。なんかブツブツ喋ってんなとかは。俺がいたらね、俺と喋るし。でもなんか猫と喋ってる時は普通に、なんか猫にココさんとかさ、ご飯食べたとかなんか言ってるけど、いきなり会話の流れ的に会話のない、なんていうの、流れが違う流れの言葉言ったりとかする。あ、じゃあ多分ね、幻聴と会話してたりするんだよ。あ、そんなこと言わないでって急に言ったりする時はある、確かに。いや、俺何も言ってないけどって言ったら、いや、ごめんない、ごめん、何でもないとかって言うから、何幻聴って聞いたら、って、嫌なこと言われたのって言ったら、って言ったりするから。皆さん、もう夏美の症状が心配ですね。そう、心配なんよ。なんか忘れっぽくなってる感じもあるからね。忘れっぽくなってる。そうそう、だからでも今日、そのこともね、主治医に話したら、診察の時に。あ、言ったよ。なんかそれも一応帰りの症状として、ちょっとなんか記憶が混濁するみたいなね、記憶がないんでしょ、その時に誰か出てきてるか、ね、サイリが頭の中 をちょっと聞いてみて、みんなにリサーチしてみたいなね、そんなまとめ役だから、サイリ頭、そうね、あの主治医に頼まれたもんね、頼んだぞっつって、それで7個と揉めたりしてたもんね。そう、そうそうそう、本当はい、なんか、あ、追加してる、
電話も来てるよ、はい、電話はいいか。サッチーさん、ストレスが原因だと思うから突発性難聴かと、おかげで若干右耳が聞こえづらいです。あ、そうなんですね。右耳、うんうん、本当もうどうしようかね。サッチーさん、ね、FM ギノワンで、うん、MC やられてるから、気まぐれラジオ、うん、ヘッドホンつけたら、じゃあ右耳の方がちょっと聞こえづらいのかもしれない。そっかそっか、うんうん、そっか、ストレス、ストレス、ストレス、うん、あのサッチーさん、好きなもの食べて、うん、よく笑えな、そうね、とりあえずよく笑っとこう、うんうん、なんか楽しいことがね、できるといいね、うん、うんうん、OK、じゃあ皆さんの現状もいろいろ聞けたことところで、今日のね、メンヘラジオはここいらでお開き、うん、今日も元気に病気中、さゆりと中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、ありがとうございました。ああ、なんか今来た埼玉の郷さん。お、嘘。